はい、皆さん、こんにちは、こんばんは、お疲れ様です。今日もマイクライフやっていきます。まったり、見てってくださいね。さあ、いつまでも森の洋館が、気になっている。今日この頃、黒曜石部屋と、隠し部屋を探していきます。さあさあ、どこかなー、どこかなー。どうも、天の声です。実は、ハードモードにして、ふんふんおじさんが湧くか、試しましたが、無理でした。なんででしょうね？不思議ですねー。だけど、黒曜石部屋って、おじさんの顔の裏かも。でもとりあえず、スケさんとか、なんとかしなきゃですよねー。あれれ、誰もいない。なんでー。まあ、ラッキーといえば、ラッキーってことで。黒曜石だ。もしかしたら、鉄板かな？って。あ、やっぱり、おじさんの顔の後ろですねー。あらら、びっくり。あ、ちょっと、かわいい。びっくりした。怪しいところ開けてみましょう。うわぁ。黒曜石は、これからも必要なんで。帰りしましょう。あの後、インビの声とかしたんですが、洋館の外でした。こんなことって、ジュール、うえへいへい。あれれ、黒曜石掘りは、カットか倍速でよかったような。大変申し訳ございませんでした。次からは、気をつけます。あ、中の人、わら。
功績は、勝ったいわねあはははは、てっへいへいへい。いっちゃー、やったほらほら、これこれ。ただいま。はい、森の洋館から帰宅しました。ふんふんおじさんたちはいなかったけど、いいお土産が。ガイアブロックです。まさかね、こんないいのがあるなんてねー。うちの当手間は、収益イベントでもらおうかな。あと、よくわからないレコード。ダイヤの蔵は、せっかくなので、エンチャントしました。幸運ついたよ。畑仕事はかどるねー。今日の動画は以上です。森の洋館拍子抜けでした。収益イベントに向けて、準備しましょうね。最後までご視聴、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけたら。3食ちゃんと食べます。ではでは、次の動画も見てくださいね。